my waves get lost in the ocean. 7 billion swimmers, man, I'm going through.Hi everyone, it's me, Nagisa. 皆さんこんにちは、Nagisa です。 In today's video, we are going to be talking about how to overcome your worries. 心配事があるときにどうやって気分転換をするかとか、どうやってその気持ちを乗り越えるかっていうことについて話していきたいと思います。心配事のレベルって人それぞれだし、心配していることも人それぞれだと思うので、今日話すのはあくまでも私の感じていることをベースにお話ししていきたいと思います。だから、It might not fit for everyone, but I would like you to just pick up on the parts you feel like you need. 自分が感じて使えそうだなって思ったところだけピックアップして聞いてもらえたら嬉しいです。まず、どうしてこの動画を作ろうと思ったかっていうところなんだけど、最近めっちゃ私も心配事が多くて、学生は特にこの時期は学年の変化だったり、卒業だったり、入学だったり、みたいなところでいろんな変化があって不安も多いと思うし、あと1年前からコロナの状況でいろいろ生活が変化する中、不安を抱えてる人は本当に多いと思うんだけど、そこで私が今感じてる心配事をちょっと話すと、なんか就職活動、どうなるんだろう、私はこれからどうなるんだろう、みたいな感じで、あとはそれにつながるんだけど、私は将来どういう人になりたいんだろうとか、どういう生活したいんだろうって、私の理想とは何だろうみたいな、なんかそういうところでめちゃめちゃ悩んじゃってて、でなんかそれを考えていけばいくほど、私自分が何がやりたいのかとか、何が欲しいのかが絶対にこれっていうのがないなっていうのをすごい感じちゃって、ですごい不安になってんのね。でもなんかちょっと冷静な時にその自分の不安を考え直してみれば、絶対これがいいみたいのって、それ決まってる人の方が少数少ないんじゃないかって思うのね。そこまで焦らなくていいのに、そこにこうなんかそればっか見ちゃって、それしか考えられなくなっちゃうみたいな、そういう状況に私はよく陥ってます。で、そこで心配事ばっかり話してもあれだから、どうやってその気持ちを切り替えるかとか、どうやって気分転換するかっていうのを紹介していきます。で、私がまず一番最初に思いついたのが、丁寧な朝を過ごすこと。で、この丁寧なっていうのは、早起きして、それでめっちゃ活発に、アクティブに一日を過ごすとか、そういう意味でもなくて、丁寧な朝っていうのは、朝っていうくくりにしちゃうと、結構10時半ぐらいまで、その時間は朝のくくりだから、特に何かをするってあんまり考えたことがなくて、丁寧に過ごすっていうことはあんまり今までしてこなかったなって思うのね。だから、その朝の中でも、こう、この時間はこういうなんか美味しいものをこう食べるとか、部屋を10分片付けるとか、その中でさらに細分化しても丁寧な朝になると思うし、あとはもっとシンプルに、丁寧な朝を過ごすには、朝ごはんにちょっと美味しくなるようなものを付け加えてみたり、この日は砂糖とクリームチーズ混ぜてちょっと作って、ネリネリして混ぜてパンのスプレッドを作りました。めっちゃ美味しい。これだけでパン 1.5 枚分食べました。あと他にできることは、普段飲んでるコーヒー、私は最近よくホットを飲んでたんだけど、ちょっとアイスに変えてみたり、そういう小さいところを少し変えてみることによって、何か気分が変わったり、いつもと同じっていう感覚を少し変えられるんじゃないかなって思います。これから紹介していくところも、小さいところを変えていくっていう風にまとめて言えるのかなって思ってて、こういう日常の小さい部分って意識しないでやってるからこそ面白さがなくなってっちゃう。そこを小さい無意識にやってるところをあえて意識することによって、その日の気分が少し変わったりすると私は思ってます。 Okay, I am back with better lighting. さっきまでスクリーンがめっちゃオレンジ色だったと思うんだけど、ちょっとちゃんと色が出る時間帯にもう一回撮り直してます。 So, anyways, going back to the topic, 2つ目にできることが、一人時間でもおしゃれをすること。最近こう気分が上がらない時って、こうノーメイクでずっとパジャマでガウン着てこもってるみたいなことを結構してたんだけど、ちょっと気分が上がらない日だからこそメイクをちょっとしてみるとか、鏡見るときに自分の顔がひどかったり格好がひどかったりすると、うわーなんかもう最悪だわみたいな気持ちになっちゃうから、なんかそういう時にちょっと見た時に、あれちょっと今日私漏れてないみたいな、なんかそれぐらいの気持ちになるようにしてます。で、そうするとやっぱりこう自信がちょっとついたり、少しポジティブになれたりします。
そしてこのおしゃれっていうところで今日の動画のスポンサーであるアナルイーザを紹介していきたいと思います。私も本当に本当に好きなこのサステナブルアクセサリーのブランドなんだけど、今日はネックレスとブレスレットをしてます。このアナルイーザっていうところは環境に優しくてリサイクルゴールドを使ったアクセサリーだけを売ってます。でここの本当にすごいなって思ってるところがパッケージングまでもう本当にサステナブルなの。超ミニマルでこれだけ、もうなんか段ボールみたいな感じでパカッと開けるとこんな感じでちょっとメッセージがプリントされてて、一つ一つにこういうポーチとかもついてくるのでちゃんとしまって管理することができます。他には指輪とかイヤリングとかもあるんだけど、だいたい4000円ぐらいから買えるので地球に優しい上にめちゃめちゃ可愛いアクセサリーが手に入るっていうところだとすごくリーズナブルなブランドだなっていう風に私は感じてます。で今日つけてるのを紹介すると、このブレスレット、ゴールドのチェーンになってて存在感はありすぎないけどなさすぎないみたいなちょうどいい太さです。でこれとマッチしてるのが今日つけてるこのネックレスで、これもなんか太すぎない細すぎない、今回セットとしてつけてみました。でこういうトレーナーとかにこれ一つつけるだけで一気になんかおしゃれ感っていうの、なんかアウトフィットちゃんと成り立ってます感出るなと思ってつけてます。あともう一ついただいたものを紹介すると、あれ逆だ、こういう感じのもので緑色のジェムがついてて、このネックレス私が持ってる他のものよりちょっと長めなんだよね。だからこうかけてもちょっと下の方まで垂れ下がる感じ、ちょっとピタッとした V ネックの T シャツとか、あとはまあ V ネックセーターとかにこれ一つつけるとすごく可愛いかなって思います。このブランドの理念とかコンセプトにすごい共感できるからこそ毎日気持ちよくつけることができてます。で、if you guys are interested、 興味のある方、下の概要欄の方にリンクが貼ってあるので make sure you check it out。 3つ目が髪型をちょっと変えてみる。で、これもまたその朝ごはんの話とちょっと似てるんだけど、日常の一部をちょっと変えてみる、それだけで気分を変えるっていうものに沿ってやってることで、普段はよく髪の毛カールしてるんだけど、カールじゃなくてちょっとストレートにしてみるとか、他の人から見てそんな大きな差がなくても自分がちょっとやったことが違うって感じるだけで楽しくなったり気持ちがちょっと変わったりっていうことがあるので、私はそうしてます。次、4つ目、人と話すことで、言ったらすごく簡単そうに聞こえるし、聞いてもなんか人と話すとか相談するってなんかもう分かってるよみたいな、私も本で読んだりこうネットで読んだり、こう人からこうもっといろんな人と相談した方がいいんじゃないみたいな言われた時に分かってるよみたいな、そんなのなんかそうだろうねみたいな感じで自分も思っちゃうんだけど、気軽に人にこう対面で会えないっていう今の時期特に感じるかもしれないんだけど、今年2021年の目標として私の目標の一つにも入れてるんだけど、自分から reach out to people、 なんか自分からこう他の人に話したいっていうことを伝えるっていうのが私の今年の目標でもあって、自分がこう最初からあこの人そういえば元気かな、なんか何やってるかなとか、あこの人とこういう話もちょっとしたいなとか思った時に、自分から久しぶり何々について話したいんだけどどこどこ日空いてるとか、なんかそういうのってあんまりこう自分から聞いてこなかったのね私は。だからすごく難しいのもわかるんだけど、最近私がやってることとしてはそうやってメッセージ送ってみて、えなんか最近どう、キャッチアップしようとか、ズームどこどこの夜でやらないとか、今度クラブハウスで話そうとか、自分から声をかけることを意識してます。そして最後に私がよくやっていることは書き出すこと。過去にスケジュール帳についての動画だったり、あとはまあブログの中で話したりしてるんだけど、私は何かこう心配事があったり悩み事があったりするとノートを開いてひたすら書くようにしてます。で、書くことによって自分が今この状況の中でどういう立ち位置なのかっていうのがちょっとずつ見えてきたり、なんか自分を客観視するためにすごくいいツールなのかなっていうふうに思います。でも例えばこう直接書き出しちゃった時に、この物自体他の人に見られたら嫌だとか見返すのが嫌だって感じてしまうような内容であれば、全然パソコンとかでもいいと思う。私もやってるんだけど、パソコンでいろいろ打ち込んで、そのまま気持ちをでバーって書き出して自分の中で分かったって一回落とし込んだら、それをもう全部消す。そうすれば何も残らないし、自分の頭の中で少し整理されるんじゃないかなって思います。これもやんなきゃいけなくて、これもやんなきゃいけなくて、これもやんなきゃいけなくて、最近やることめっちゃ多いみたいな心配とか焦りとかである場合は、その書き出すっていう、ひたすらこうタスクを書き出してもしょうがないと思うから、それこそ私が大好きなチェックリストを作るのがいいと思います。ボックス作って一個一個終わったらそれをチェックする。で、そのチェックボックスの横にやることとしては
大きいタスクを書くんじゃなくて、その大きいタスクをさらに何個かに細分化したものをリストにしていく。そうすることによって大きいタスクの一部が終わったらチェックできるから、それだけで達成感感じられるし、何をどうやって手をつければいいのかっていうところが分かりやすくなるので、すごくおすすめです。ぜひやってみてください。So that is everything I had for today. これが私が紹介したかったものです。まだまだいろんな対処方法だったり、考え方、捉え方っていうのはあると思うので、もし何かこういうことしたらすごく良かったよっていう経験のある方、ぜひコメント欄の方で皆さんと共有してみてください。ということで今日はひたすら喋るような動画になっちゃったんだけど、Thank you so much for watching until the very end. I really appreciate it. 最後まで見てくれて本当にありがとうございます。And also again, if you guys are interested in the pieces that I am wearing today, 公式ページが概要欄の方に貼ってあるので、もしよければ見てみてください。And I will see you guys in my next video.次の動画でお会いしましょう。バイ。Just love and understanding positivity. We could change this whole world.